いや、切ってないんだけど、なんか短くなったんだけど。泣いた。これを着たら大丈夫。今日はメイクもしてないである。今日もである。今日もしてないある。私は21歳だというふうに全然メイクをしないある。普段やばいある。もう幼いのはメイクしてないからである。前髪が浮いてる。あるだから短いである。前髪をお話し会まで伸びる。伸びる。やばい。ある。なんか浮いてる。ある。ちょっと水濡らしてくる。ある。こんなに前髪がやばいのに。ちょっとドライヤーしていい？ちょっとドライヤーします。ちょっとマシになった。ある。忠告してある。忠告してあるよ。ちゃんと忠告してある。聞いちゃったんだろう。切りすぎた前髪、右手でそっと押さえた。明日もし会えたら、君に気づいてほしいな。目の前に広がったいつもより明るい世界。理由なんてないけど、君のことを思い出してる。みじん
私卒業したらさ、ショールームでさ、いっぱいさ、カラオケしよう。歌聴いてもらえる機会ないから、これからいつもカラオケしよう。暇な時見に来て、何でも歌えるんだよ。だって今まで歌えなかったけど、何でも歌えるんだぜベイベー。めっちゃ楽しみだぜベイベー。カラオケって普通の配信でできるんじゃないの？ええ、メンバーだけなの？そんなわけないよね。絶対できる。あの普通の歌もいっぱい入ってるよ。ちょっと見てみよう、どんな歌が入ってるか。楽しみ。ゾックさんも入ってるよ。嬉しい。チュープリ、ヒアルロンリーガール、ファミリーネーム。え、できないの？普通の人は。え、普通の人はカラオケできないの？一般の人は。ゾックさん歌えないの？え、できないの？イベント参加しないとできないの？じゃあダメじゃん。じゃあダメじゃん。ダメだった。え、メンバーしかできないんだカラオケって。じゃあなんで普通の曲入ってる？卒業したらアイドル枠でショールーム。公式枠ってどうやったらなれるの？私じゃ無理。公式枠ってどうやったらなれる？調べよう。申し込みとかがあるんだ。オーガナイザー？
オーガナイザー契約って何？ちょっとよくわかんないっす。めんどくさいっす。どこかの卒業事務所から声がかかれば即公式。どういうこと？どっかの事務所に所属してたら公式なの？それだったら普通にカラオケ屋行ってそのまま配信するわ。ダメなのかな、それは。著作権って大変ね、著作権は大変よ。何で配信したらいいんだろう。アカウントを引き継いでる。どういうこと？え、今これからこれのままってこと？ま？え。すごっ、ダメって言われたんだけど。え、すごっ。じゃあカラオケもできちゃうのか。なるほどなるほど、貢献率ということで。ここが。うくみさんも公式？うくみさんは新しく作ったんだっけ？なんか見た気がするさ。あ、でも公式にしてるんだ。どうしようかな。なんか配信もな、迷ってるんだよな。クラブハウスしようかな。クラブハウスしようかな。流行りに乗って。流行りに乗ってない？なんか。みんな入っといてね。3月
待つくらいまでには。カラオケイベント招待されるまで3年かかる。え、そうなの？フリー枠でもカラオケイベントに参加する。カラオケイベントっていうのはいつもやってるの？いつもやってるの？ちょっとクラブハウス入れといて、みんな。ちょっと流行りに乗ろうぜ、みんなで。でもそろそろあれ終わりそうだけどな。なんか一時期な気がする、私あれのブーム。続かない気がする。なんかあと半年後には消えてると思う。なんかそのツイッターとかインスタとかをもうメインになってる、メインになってる SNS と比べてパンチが弱すぎる。3年で高い。大会もそんなめんどくさいんだ、だる。今は招待、そう招待されてることがステータスになってるから、それが別になくなったらやる意味ない気がする。自分たちができてるっていう優越感があるから今こぞってやってるけど、みんな俺が亡くなった時にみんなのモチベーションが続くかって言われたらなんか微妙だなって。ゆりすぎな。違う、伸び、なんか長かったやつがあったから切ったの。ギリね、ギリ眉毛は見えてない。入れすぎた。お話し会までに伸びないかな。卒業公演 なさそうだけどどうしたらいいっすか。まだわかんないですけど、なさそうっすよ。私卒業の時のドレス楽しみにしてたのにな。めっちゃ楽しみにしてたのに。あれだけを、あれだけを楽しみにしてたと思ったけど、
めっちゃ楽しみだったの。もうちょっと前に発表してればできたのか、逆にね、緊急事態宣言が出てなかった頃。タイミング悪すんじゃない？タイミング悪すんじゃない？ああいう方になりたい。もっと飲んでたじゃん、飲んでちゃろうか。これ買ったのに全然使ってないんだ。なんかうるうる系。もう一回上京する前にこっちでバイトしてから上京費用貯めてから上京するんだ。そうだからすぐはね向こう行けないから、その自分で何かするっていうのも多分できないし、何のバイトするかめっちゃ考えてる。ドバイのファン、ほんと？嬉しい。偉いでしょ？偉くないか。偉いでしょ。石油掘り立ててよ。難しいよね、いろいろと本当に。
ちょっとうとうとできるバイトがいい。どんなバイト？ちょっとうとうとしてもいいバイトがいい。ずっと座っとけるやつがいいな。ライブ用の楽屋受付？地下帝国で砂袋を運ぶバイトは嫌。治療バイトって何？では馬先座ってるだけでかな。いいな。受験あるよ。ありがとう。ある。コールセンターうとうとできるの？ずっとなんか電話出なきゃいけなさそう。大変そう。みんなコールセンターのバイトしてんの。何がいいんだろう。何がいいと思う。コールセンターで働いてる人多いよね。コンビニバイトは大変そう。コンカフェって何？どういう意味？ピッツァのデリバリー。なんかないかな。メイドカフェ。名前が変わってるってこと？なんか今日喉痛い。コンセプトカフェでコンカフェ？なるほど。なるほどね。なるほどなるほど。笑顔しきしき、笑顔しきしき、てん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 。ふうたりの歌を歌わせてくれるバイトとかマジで最高だけどね。距離がすごく縮まった気持ちがした。
ずっとずっと。でもちょっとアイドルプロデュースとかやってみたいよね。贈り物を探しながら結ぶはずのない気持ちが感じてた。ずっとずっとそばにいて同じ旅をしない。ライバーでもちゃんとね女優業するつもりなので、なんか配信もねちょっと悩んでるんですよ。そうなんか女優業を目指す人たちって配信とかってするんかな。どう思う？そこら辺みんなどう思いますか？僕らは慌ててる部分。ドキドキインスタライブするってイメージかな、残念ながら。うん、私もそういうイメージなんだけど、なんかさ、むっちゃなんか、ぶっちゃけて相談していい？なんか、その、なんて言ったらいいんだろう。じゃみんなが女優業をするとしたら、とりあえず、キャパがちっちゃくても、出れるものに出るか。それとも、自分の納得する大きなものが決まるまでオーディションを受け続けるか。みんなはどっちがいいと思いますか？どっちがいいと思いますか？なるほどね。私はよく小さい頃から事務所さんのホームページを意味わからないほど見てるんですよ小学校の頃からね、ずっと見てるんですけど、やっぱ大きいものに出ていく人って何でもかんでもやるんじゃなくて、最初は大きいものを年に1回とか数回とかしか出てないんですけど、大きくなるみたいな傾向にあるんですよ。本当に何て言うんだろう、何でも出るっていうよりかは、なんかそういう感じなんですよ。本当になんかずっと見てるんだけど、私はどうなんだろうと思って。難しくない？なんか自己プロデュースとしてその選んでいくわけじゃないですか、自分で。いや、大きな仕事がすぐ来るなんて思ってません、思ってません、思ってません1ミリも思ってません。人住み時代とかから事務所って全部経歴載ってるんで、
2000何年何々みたいな全部見るんです。映画とか見た後に気になる女優さんとかいたらまず事務所調べて、その人が今までにどんなのに出てたかとか何やってたか全部見るんですけど、いつからのスタートだと思ってますよ。誰が好き？女優さん、伊藤沙莉さん、あと常松ゆりさんが好き。事務所入ってからの経歴よ、それは。あ、でも前の事務所の経歴とかも載ってる場合が多い。次の今の事務所に入ったとしても、そのそれ以前にやってたことが書かれている。ほとんど大体ね、その人が本当に何やってきたか全部書いてる。前の事務所のことも書いてる。そういう感じなんですよね。なんとも言えないよね。なんか話を聞いた、なんか普通に事務所入ってる友達からとか聞いた話なんだけど、なんか事務所、いい事務所なのに、なんかマネージャーさんとなんか馬が合わなくてすごい大変だっていう人もいるらしくて、常松さん全裸監督出る、めっちゃびっくりした。常松さんとは同い年なんですけど、すごい尊敬してる女優さんで、めっちゃすごいなと思ってて、今はね女優の話してる、事務所とかそう、常松ゆりさん本当に理想的な、超尊敬してる女優さんなんですけど、全裸監督に出るってニュース見た時は本当にびっくりした。え、嘘と思って、あ、この人もっと好きになった、でも本気だなって思いました。まあ、本気なんだなって、ガチなんだなという業に対してってすんごい思った。戦略的に仕事を選んで育てられるのは大きな事務所だからだと思う。私もそう思います。私もそう思う。AKB はどんな場所やった？なんて言えばいいだろうな。面白かった、すごく。ドラマデビューは番組が長いのがいい。うん、大きい事務所では好きなことができないかな。しかもね、私も思う、みんな大きい事務所大きい事務所って思うじゃんか、思うじゃん、思うけどさ、大きい事務所だってさ、たくさん素晴らしい人たちが入ってるわけじゃん。たくさん素晴らしい人たちが入ってる中で、確かに大きな事務所だからすごい売れる女優さんとかもいるじゃん。だけどその推される女優さんになるのも、その事務所の中のこの何人もの素晴らしい人たちの中を勝ち進んで押されてるわけじゃん。だから結局大変なんです
そこに入るまでも大変なのに、またそこからそこに入れた人たちの素晴らしい人たちの中で素晴らしい人たちの中でまた戦わなきゃいけないんでしょ。めちゃくちゃ大変じゃねえかって思いますね。そう、しかも女優業なんて売れてる人はもう大体ちっちゃい時からやってるんですよ、マジで。子役小学生とか中学生とかくらいからやってるって、もう分かる。もうめっちゃ映画とか見てたら本当にそうなんで、今から22歳の私がその女優業に入り込むことなんて、まあ、普通に余裕に考えたら 99.99999% 無理なんですよ。弱小で甲子園目指すか常連校でレギュラー目指すかみたいな口が、あ、そうだと思う、そうだと思う、めちゃくちゃそれだと思う。私はだから、その私は残りの 0.01% の確率を信じてやるしかないんですよ。それはもう、それはもう大変ですよ、マジで。運と運、運と運と運勢と運気と実力と全てが金揃わないと無理ですよね。私はバラエティ女優になりたい。あのバイプレイヤー、まあ、バイプレイ、私はその2枚目でやりたいわけじゃないから、そんなに年齢関係ないんじゃないってお母さんからとかも言われるんだけど、まあそれは、まあ、救いだよね。2枚目として行きたいわけじゃない、ヒロインとかじゃないから、その目指しているものが。そうか、そこまで年齢をね言わないことを、役を目指してるから、それはまあまあ救い。妹の付き人したらしようかな。もうかさん、草履お持ちしました。今までダンスとか何かしらの表現を小さい頃からしてるか、まあね、言うて私も小3くらいからやってるからね。吉田洋さんみたいに今から年齢隠す、もう遅い、もう遅いもう遅い、もう遅い。この顔のお肉はいつになって取れるんだ。前働いてたコールセンターに俳優の人いたけど、ずっと頑張ってた。うわー、怖いよー、大丈夫かな、私やれるかな。その後の就職のこともきっちり考えちゃう私、ダメだよね。こういうとこがダメなんですよ、本気にならないとね。その後の就職もきっちり考えてしまう。どの資格取ったらまだ間に合うかなとか考えちゃう。ああ恐ろしい。アクション習うよ、アクション習う。
戦隊シリーズはもう年が無理だと思う、多分。顔幼いからどうにかなるかな。あれだって19とか18くらいじゃない？戦隊系は。あと3歳ぐらい若返んないかな。学園ものは意外と何歳でもいける。名前強いよね。名前忘れないよね、すごく。名前ね、いいよね。芸名じゃねえんだな。桃井かおりさんの雰囲気。私が嘘だ。改名はしねえだろうな、絶対。この名前以上の名前はねえ。それかリセンメタンゴロスドリギラドリギラドリゲラアトラプスみたいな名前にしようかな。リッセンって本名だ、もちろん。リッセンメタンゴアトラプスです。よろしくお願いします。本日上映会にお越しくださったリッセンメタンゴアトラプスさんです。こんにちは。今回、トリキラトプス役をやりましたリセメタンゴアトラプスです。よろしくお願いします。芸人じゃないわ。演技派女優と言われるイメージが俺の中で出来上がって、おお、実現しなきゃな。そのイメージ叶えなきゃ。ああ、永井みじかさん、みじかさんって言うんだ。永井さん知ってる。すごい個性的な方だよね。まあでもさ、私すごい不安になってたんだけど、まあ、言うてでもバイトでも別に生きていけるわけじゃないですか。だからそんな重く考えないでおこうと思って。脳天気脳天気。私は売れる絶対売れる、私は売れる絶対売れる、売れ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 る、売れる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 売れ売れって思っとかないと。元気があれば何でも売れる。売れる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 。売れる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 。何でも売れる。売れてお金持ちになりたいな。今はまだ私たち歩き始めたばかり。いつの日かスターダム地球99万円ごっちゃんです。帰り道コンビニでアイス10本くらい買えちゃう。ファミレスドリンクバーデザートもつけていい。気になるあの子は好きな子いる。
監督とね出会えるといいよね。やっぱそういうね出会いの積み重ねですよね。私はそう思う。芸能は全て人と人との連なりで、その人たちとどういう絆を作っていくか、本当にそう思います。本当にね、コミュニケーション能力と、なんていう、人となりが大事な職業だなと思います。最終的にはいい人しか勝たんって なってる業界かなと思う。なんか悪い人じゃないとのし上がれないけど、もう最終的にはいい人しか勝たんってなってる気がするんだよね。わかんないけどね、やっぱちょっとは悪くないと無理かもしれないけど、最終的には性格いい人しか勝たんってなってほしい。いや、私は別に性格良くないですよ。だから私は性格がいい人が好きなだけです。そうだとしよね。呼ばれたら手土産持ってすぐ行こうって。分かる、手土産ってめっちゃ大事。手土産大事だよ、本当に。みんな知らんけど。でも私ね、誰よりもスタッフさんにペコペコしてる自信ある。だからね、結構仲良くなるんだ、どこの現場に行っても。ちょっとね、ペコペコリマンなのは得意、ペコペコマンは得意。でもなんか意図的にやってるんじゃなくて、なんか自然にそうなっちゃう。あ、すいませんみたいな、なんかやっちゃう。なんでだろう、なんでだろう。怖い人への挨拶できないんです、私。本当にね、怖い人への挨拶ができないんですよ、私。どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。私怖い人に挨拶できないんです、威圧的な人に。解決策ください。困ってる、いつも。怖い人に挨拶できない。そうだよね、見た目が怖い人じゃなくて威圧的な人。
いるじゃないですか、威圧できないと何もないのに。多いよねそういう人って。どの学校とかでもどこにでもバイトとかどこにでもいるくない？自分が挨拶マシーンになった感覚。なるほどね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。メタル送ってる人いる。何ああいう人。しか挨拶しても無視するのに挨拶しなかったら怒る人もいるくない？学校とかにもいるけど、あ、なんか学校の先輩とか多くない？そういう威圧的な人。なんか私はあんま運動部とか入ってなかったからあんまり知らないけど、多くない？なんか学校とか、なんかこの人挨拶しても返さないのに、しなかったらしなかったで、あの子挨拶しないんだけどみたいな。なんかどうしたとしかならない人たち。本当謎マジで。学校でも見かけたらでかい声で挨拶するの。そういう学校もあるよね。私高校はなかったんだけど、中学校はあったかな。てかさ、1歳とか2歳しか変わんねえのになんで挨拶するの。なんか私がいつも思ったのは、なんか部活の先輩とか直接関わりのある人だけでいいんじゃないかなって。思ってた、いつも。そうそう、知らん先輩に挨拶する文化あるよ。学校によると思うけどね。私と転校先の中学校は絶対全員に挨拶みたいな学校だったんですよ。で、私3年から行ったから
今までそこにいて挨拶もしてこなかったのに、転校前のところは挨拶しなくてよかったんですよ。でも転校した後のあの場所はなんかしなきゃいけなくて、全然そこら辺そこにいて挨拶もしんじゃなかったのに、私は3年から急に入ってきた新参者なのに、みんな 1,2 年生がそこ挨拶してくれるわけですよ。いつももう申し訳なくてめっちゃ丁寧に返してた、こんにちはってすいません、めっちゃすいませんって思ってたんだけど、新参者なのに挨拶していただいてすいません。高校の時はなんか忘れた、どうだっけな、私でも先輩に挨拶、女の人少なかったからさ、工業だからしてた気もするし、しなかった気もする。高校では全くモテませんでした。いや挨拶してるよ、してるしてるけど、そのなんか挨拶するのは別に嫌じゃないけど、なんか挨拶した時に優しく返してくれない人は嫌ですわがままなのかな。工業高校の女子気が強い説、え全然そう、あでも先輩には気が強い人いたな、そあでもな、確かにな、私のクラスは全然そんなことなかったけど、他のクラスはそうだったかもしれない。挨拶から始まる、確かに。なんか普通に挨拶するの嫌じゃないのに、なんか無視されたり、なんか嫌な態度、なんかあみたいに言われ、なんかあみたいな感じされたら泣いちゃう。自分も絶対後輩で、なんかそういう思いきっとしたことあるはずだから。なんかね、工業高校少ない女子を取り合いだって聞いたことあるさ。あれ全然取り合いしゃれなかった、なんかむしろ悪口言われて、なんでかにょーんなんでかにょーんっていうのは、俺の抵抗は100オームだ、いや俺のオームは1000オーム、俺は1万オームみたいな戦いがあってもよかったのに。直流安定化電源でお前に電流を流すぞ。
俺はオシロスコープで愛理の気持ちをいつだって発見として見ているとかさ。とかさ、そういうのあってもいいじゃん。そういうの あるかなって思ってた。今日は君に C 言語で愛のラブレターを書いてきたんだ。え、実行は愛にラブ、いや太田さんの姫に全くなれなかったんだけど、何年後かに同窓会とか行ったらあの時好きだったとか言われて、え、ないと思うな。全く自分のクラス、まあ学科だから、その電気科だから一緒じゃん、ずっとクラス全く喋れなかったからね。なんか、あ、8割メガネでした私メガネ大好きなのにさ、あの飯田くんみたいなメガネじゃないんですよ。ああいう正義感、情熱系がもう一人もいなかった。威圧感全く出してない。あ、でも悪口言われたら言い返してた。悪口言われてた。こそ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 集まって真面目な方たちがね、私の悪口言ってるんですよ。なんかあんなバカどうしてここにいるんだよみたいな、あんなバカがみたいな、あんなバカがみたいな。え、でそう、聞いて、え、聞いて聞いて聞いて。それでね、私のバイトしてた焼肉屋さんに来たんですよ。めっちゃ悪口、なんか小学校一緒で、その人と小学校で一緒だった人がその高校で再会したんですよ。で、小学校の時全く話したことなくて、なんかチクリンって呼ばれてたんですよ。なんか本当にチクルみたいな感じのそれで高校になって同じクラスになったんですよ。そしたらなんかめっちゃキャラ変わってて、いや、キャラは見た目もキャラも何も変わってないんだけど、そのなんか、なんて言うんだろう、その仲間たちみたいなのがすごい増えてて、チクリン、なんかチクル、チクルからチクリンみたいな、チクリンっていうあだ名がついてて、私の仲良かった友達のことが好きだったんですけどそれで高校に入ってめっちゃ私の悪口を言い始めたわけ。めっちゃ私の悪口言い始めたわけよ。でもキャラ変、もう私小学校の頃の違いすぎてびっくりして、えみたいな、えみたいな。でも私仲間いなかったから、そのクラスに言われっぱなしだったんですよ。そういうそのメガネさんたちに、どうにもできなくて、本当に全くどうにもできなくて、でもずっと言われてたんです、悪口を。でもまあまあ別に痛くも痒くもなかったんでほっといたんですけど、一回私の働いてたアルバイト屋さんの焼肉屋さんに来たんですよ。でその小学校の友達と来てたんです。予約の電話も私が取ったんですよ。あ、こいつ来ると思って、あ、何々さんですねっつって。でも向こうは気づいてないじゃん。はい、わかりました、何名で、はい、わかりましたつって、当日私ちょうどシフト入ってたわけですよ。で、来てお部屋も私がわざと持ってったんですよ。これ全員分置いて、え、どうしたのって言って、来てくれたんだとか言ってね、この人さ、ずっとさ、学校で私の悪口言ってくるんだって、どう思う、キャラ変かなって言いましたいや、その小学校の人は全部私のこと知ってるんですよ。小学校一緒だったから、水ボン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 って置いて4人分、聞いて聞いて、この人めっちゃ私の悪口ずっと言ってくるの、どうしたどうした言いました、じゃんじゃん。とっても
本当にだって私何もしてないんだよ、何も喋ってないのに、なんか急に悪口言わされて、もうこれは今しかないと思って、それまでずっと何も耐えてたんですよ、ずっと本当に何もせずに、別にやり返しもしなかった、やり返しもできなかった、私本当そっちの味方の方が多かったから、何にもしない日々を過ごしてて、それに分かってもらえないじゃないですか、今のクラスの人たちには。前はそういうなんか急にどうしたって思うのは私だけじゃないですか、小学校が一緒だった。今しかないと思って、これ今言うしかないと思って、でもそしたらその後言われなくなった気がするんだよね、私言われなくなった。でもその人最後に友達いなくなってた、ずっと一人でいた、ずっと一人でなんか携帯触ってた。そう、だからみんな言われたらやり返しましょう。うん、キャラ編失敗してた。しつこいぞ私は本当に。もうしません、あれは高校生の時だったんで、まだ私も幼き私だったので、もう今はしません。だいぶ私言われるもん、丸くなったねって。でも本当に絶対声だけは言えるけど、自分からは絶対悪口は生み出さないし、攻撃もしないよ。自分の気持ちだけでその人を嫌だなと思って攻撃したり悪口言ったりは絶対に絶対にしない。それだけはしない。でもやられたらやり返す、倍返しだ。スコア守ってる。もう私めっちゃ自己中だからさ、なんか自分のことで精一杯すぎて他人にがどうとか気にならないんだよね。みんななんかあの子なんか最近さ調子乗ってない、あの子なんかさちょっとブリックじゃないみたいな、あの子なんか最近なんか彼氏できたのに、なんか〇〇ちゃんの男を取ったらしいよみたいな言う人もいるじゃないですか。でも私は自分に精一杯すぎて自己中だから、〇〇ちゃんがどうだってとかあんま気にならないんだよね。だから他人のことを言える人って自分に余裕あるんだなと思っていいなと思います。詰め切ってない、これやってた。あ、私自分の身内が悪口言われてもいい、言い返しに行くタイプです。そう、程よく無関心かも。関心がある人もいるよ、確かに。あの人こういうのすげえなとか、なんかあーこれやってるから上に上がれるのかとか。あと自分に対して攻撃してきた人に対してもそういう意味での関心は持ちます。ツイッターで同じ推し仲間に悪口言われたことあるよかな、言い返しましょう。やられたことずっと根に持ってそう、持ってる、言い返しに行くエネルギーが無駄だよなって思っちゃった。でもそれってなんかそういう風に言って言い返せない人かなって思っちゃう。そういう風に言って言い返せないのかなって思っちゃう。
これ熱い。まあそんな感じですかね。まあいろいろ大変ですけど頑張っていきましょう。今何時だ？6時か。ちょっと一回勉強しよう、がっつり。じゃあ一旦終わります。また夜私英語をみんなに聞きたいのでまたやります。今日のよもっと夜の配信はみんながみんなと英語をやる時間です。何卒よろしくお願いします。挨拶からよく話、確かめっちゃ飛躍したね話。お話配信楽しかった？よかった。夜の配信はちょっと英語を教えてください。とそれの配信を見たらちょっと英語を学べます。素晴らしい。オールスターハートありがとう。チャちゃんハートありがとう。ゆうくんさんレインボースターありがとう。哲学はもうテストだからない。チャちゃんハートありがとう。ひでくんさんハートありがとう。ゆみさんかわいいありがとう。あきゆみさんかわいいありがとう。前田健ですさんかわいいありがとう。きりつぼさんだるまありがとう。ひでくんさんハートありがとう。林内ちょごじょちょごさんファイトありがとう。つさんハートありがとう。サイダーさん音符ありがとう。しょうゆさんハートありがとう。スタンハートありがとう。ライリッセンさんいいねありがとう。カズッセンさんハートありがとう。キノチーさんハートありがとう。ニシアンさんハートありがとう。YSN73 かわいいありがとう。林おちょごちょごさんめっちゃかわいいありがとう。ライリッセンさんかわいいありがとうございます。13位タロイモさんありがとうございます。12位アキフミさんありがとうございます。11位サクサクアットリランチェさんありがとうございます。10位スピーナさんありがとうございます。9位ホッケさんありがとうございます。ちやめさんありがとうございます。7位タイバのシュアとミスターのワさんありがとうございます。6位ファイナルアとパッツン戦かわいすぎ本当ありがとう。5位キノチさんありがとうございます。4位あれ間違った、5位ライリンセンさんありがとうございます。4位キノチさんありがとうございます。3位チャちゃんありがとうございます。2位は YSA73 と仕事中ご機嫌いかがですか、とってもいい感じありがとう。1位林内ちょごじょごさんありがとうございます。それではちょっと勉強を頑張ってきます。また夜会いましょう。バイバーイ。また後で。あ、間違った。あれ。